かっぱりのエギングにおいてハイプレッシャーや先行者の存在をものともせず常にコンスタントな超過を上げる小島玲子。その秘密を探るべくカメラは彼女に密着。雰囲気を下げるのね。難解なテクニックに走らず、あくまでも基本に忠実、シンプルなスタイルでアオリイカに迫る小島玲子流エギング。特に私はこうラインでコントロールするっていうイメージを強く持ってるんで、それがコントロールできないと面白くなります。来た、乗った、うん、よしエギングのセオリーとしてまず一つ大事なのが、エギを回転に着底させるっていうことが一つ基本動作になります。まずはこの着底をさせるというのをしっかり覚えましょう。いい感じだったね。こうカーブホールしてたら操作がふにゃって動くような感じで、そういうなんかポールの時の当たりが明確に出るっていうのがなんかね面白いんだよね。私的にはそういう瞬間が、確実なボトムタッチと丁寧なロッドワークがハイプレッシャー下のアオリイカを次々と乗せていく。乗った。今日結構明るめの色ばかり使ってたので、この海の感じの色に似たような少し地味めの色に変えてみます。お、浮いてこないんだけど、なかなか行った、行ってよ。今回初のドラグです。いいねー。常夜灯サイト久しぶり。小島玲子のアオリイカマスターへの道。